1年半ぶりだね。久しぶりだね。ということでマイクラ実況者なのに一番人気なシリーズがヒューマンフォールフラットの特殊チャンネルへようこそ。恥ずかしくないの？赤いの行き恥。てかお前らなんか顔変わったくね。そりゃ1年以上開けば顔の一つや二つくらい変わるわよ。腕も生えたり生えなかったりキマキマ。燃やしたら顔戻ったりしないのかな。人間やめたんかな。ということでお久しぶりにやっていくステージはサーマル。意味は知らん。やでしゃばんな。場所は雪のエリアっぽい感じ。なんだおめえショットのカラオトキアを打ってのかなんだこらごめんなさい。ちなみに実は前回までがいわゆるノーマルステージ。今回からがエクストラステージに当たるぜ。ってことは結構難易度も変わったりするのかな。私ヒューマン初めてなんすけど、とりあえず近くの家に乾燥昆布が起きてたね。乾燥しすぎてカチカチだけども。まあ最初のギミックはこれを使うんだろう。行くべきは左の崖っぽいとこ。ではなく目の前の崖を登ってもいいと思うんだ。暗いで登れそうじゃんね。無理をしなくけど。ごめんごめん。さっきの乾燥昆布をここの端にするのが多分正解だとは思うんですけど、壁からでも行けるよね。ちょ待て、なんならここジャンプしたら普通に届くんじゃね。よいしょ、よいしょ。やっと乾燥昆布持ってこれたよ二人とも。ってあれ、どこ行っちゃったんだろうあの二人。先に通っちゃっててもいいのかな。おいなんでそっちいるんだよてめえら。まあこれをちょちょいっと持ち上げまして。厄介力バナナ。乾燥昆布でぶん殴って鍋でブツブツ煮込もうと思います。見出しが取れるだけだろ。まあこんな感じでいいだろ。あとは安全に橋を渡るだけで問題なく渡れるってわけね。こんなんイージーすぎるでまった。あれ今なんか、お、今度は氷のアスレっぽい感じかな。おいこの川凍っててめっちゃ滑るぞ。無邪気かよ。うわ意外とここのアスレむずいかも。地味に距離あってギリギリだわ。まあここは実は全ステージ2周してるマリサちゃんにお任せあれ。こいつも早反則だろそれ。私 RTA 用の技いくつか習得してるわ。私がおかしいんだこれ。いかなんなら壁登ったらいけちゃったわ。このゲームで壁登れるのは常人ではないよ。ほらヨウム捕まれ。これで霊夢の方に向かうぞ。よい捕めたぞバッチコイ。私が受け止めるから遠慮なくおいで。いやなんでお前は危険だよ。ごめんごめん今度はちゃんと受け止めるから。ほらヨウム、遠慮なく私の胸に飛び込んでいいんだぞ。進むとお家が見えてきたね。今度はこっちに進めばいいのかな。人んちだねー。ゲームする人ミスったかな。いややっぱ風をしのげるって大事だな。確かに全然寒さが違うわ。助けくいー。暖炉に頭突っ込むとよりあったかさを感じれるぜ。ゲームする相手ミスったな。あれてかさっきこっちに霊夢いなかった。あっ霊夢ならマリサが暖炉に頭をくべてる時に出てきてたよ。なんだそれならよかったぜ。そんでここはどうやって次に進むんだろ。確かに次に進めそうな道はないように見せかけて扉が動きます。おお、これでこの先に行けるってわけだな。なんだ意外と近いところに扉があったのね。でまたでっかい氷に道塞がれてるじゃん。そういうのはあれだ。ロケラン。思ったより現代的。まあ、多分この松明にさっきの暖炉で火をつけるんじゃないか。お、一人鉄の棒でぶん殴ってきてますよ。こっちだろ火つけるの。そっちじゃないそっちじゃないそっちじゃないそっち。そんなわけで松明で火をつけて氷が溶けまして上に上がっていくタイプは珍しいやろ。お前ら後で覚えとけ。狭い道をどんどん進んでってるね。よっしゃ進んでくぞ。ララ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 。これまた結構広いエリアに出てきたね。いろいろ行けそうなところは多いけどどうする。ロケラ。ここの上とかあと少しで届きそうなんだけどな。ほら抱えてやるからこれでどうだ。あと少しだけどちょっと届きそうにないや。おなまあしゃあないか。しゃあなくないやろ。てかこれさっき持ってきた松明使えば RTA 技で全部ショートカットできるね。それ私にも教えてくれよ。それでいいんか。実況者だろ。アップね。これガチでいけちゃうわ。怒られちまえ視聴者に。いやここで私もかっこよく飛んでいこうと思ったけどさすがにマジで難しかったぜ。おい霊夢ガチ勢すぎるだろ。怖えよ。てかなんだ向こうに行けそうな家あるじゃん。先に空を飛ぼうかなって思うのがおかしいと思うんだ私は。でも今多数決取ったら霊夢負けるからね。視聴者さんを味方につけたいと思います。家の中にはステッキがたくさん。とっても素敵だと思う。でもこれが使えそうな場所なんてあったっけ。無理やりドアとかこじ開けんのかな。開けたとして正規じゃないだろ。てか横にバカでか雪玉見つけ。ちょっとそれは違うわね。ドアの前にわざわざ長い坂も用意されてたし。ってことはこの雪玉を転がしてドアをこじ開けるってこと。正規ルートがゴリ押しじゃねえか。オーライオーライ。あげてけあげてけ。よっしゃじゃあ行くわよー。カメラの準備も OK だぜー。とやーめっちゃいい勢い。およま地球一周してけー。ここでこいつを受け止める。大迷惑やろうじゃねえか。もういけー。まあこれで扉は開いたけど、また別の方法でもいけるらしい。私の儚い犠牲は？ちょっと難しいんだけど、さっきの素敵なステッキでここを引っ掛けて。わーなんか道ができた。そのまま行くとターザンできる場所があるわ。これで隣の屋根に飛び乗っちゃおう。特罰やろ。助けてよー。なんでまた引っ掛かってんだバカ。そしたら横の岩に大ジャンプで飛び乗りまして痛い痛いやん。そんでまた人んちに飛び乗ってさっきの門が越えられるってわけね。難易度は結構高めだけど、いろんな行き方が用意されてるのはテンション上がるね。だから最初から空飛べろ。やめとけっつってんだろ。まあせっかくなら公式が用意してくれてるルートは見ていきたいよね。壁登りとか空飛んだりは練習すればできるけど、やっちゃうと一瞬でクリアできちゃうからな。実際ノーマルの全ステージ RTA は10分くらいよ。今までの動画全部ノーカットで1本になるやんけ。
すっげえでけえドリルあるぞ。炭鉱みたいな感じなのかな。歯医者さんのドリルもこのレベルだともはや怖くないよね。あれこれ歯削るやつってなっちゃうもんね。ならんよ。奥には扉が2つ。片方はまだ開かないみたい。もう片方は電線を繋げそうな感じの場所だな。赤い線はあるから、あと3種類見つけたいね。閉じ込められたわ。終わった。ふははここはみかんの白いところを全部のけるまで出られない部屋。だいぶ特殊な部屋に閉じ込められてしまった。白いとこ結構栄養あるらしいぞ。マジで？おい見ろよこれ金鉱石じゃねえか。ほんとだ。じゃあここは金を掘ってる場所なのかな。金を掘るにはデカすぎるドリルだろ。あとさらっと盗もうとすんな。色と青のケーブルはそこら辺に落ちてたけど、あともう一本が見つかんないな。数的にまだ緑がどっかにあるはずよね。あったあった。小屋の上に緑のケーブルも見つけたよ。いやでもこれ地味に届きそうもないぞ。壁登りでもネズミ返しのせいでうまく登れないわ。壁登りを通常で使うなっつってんだろ。よしじゃあ私を踏み台にして上に登って。いやお前ちょい待て疲れてんだから。まだ何やってるか分からない。何やらないやらないやらない。普通に木箱見つけたわ。さっきの時間何？これで全部じゃない。このエリア一帯に一気に電力が通ったみたいね。ほらいやいやしてないでいくわよ。はーい。おい見ろさっきのでっけえドリル分回ってると。今ちょっとドリルの気持ち味わってるから黙ってて。何言ってんだこいつ。電気が通ったおかげでエレベーターも使えるようになってるね。ってことはこの上に何かあるのか。なんか霊夢にしっかり掴まれてんだけど、このまま先に進むでいいんだよね。まあほら、それ以外行く道もなさそうだし。なんでだよ。ってことで金鉱石でガラス割って侵入しまして。道徳に反しすぎ。ここの荷物をどけることで、行けなかった扉が開くようになったってわけだな。うわこのレバーを押したらドリルが上がってってるよ。ドリルの下に穴が開いてて、次に進むべきはそこかな。あいつまでもぶら下がってないで行くぞ。あいつ覗いてんじゃねえよ。わけねえだろマッシュ。むなんだか熱そうなエリアに来ちゃったな。しかもこれ、上に飛ばされるっぽいね。石で塞げば他の場所の勢いが強くなるみたい。絶望よく向こうにも石があるね。まあここは私に任せてよ。あれくらいサクッと取ってくるわ。よいしょー。思ったよりうまいない。RTA の素質あり。やらねえよ。ふははここを通りたくば私らを倒してから行くことだな。ぶちぶちにしたんでー。こっちの方が弱そうだな。助けて。な、何があってもこの手だけは、絶対に離さないから。あと少し、耐えるんだよ二人とも。生きる希望は失っちゃダメよマリサ。絶対に三人で生き残ろうね。足、ついてんだよな。この後ちょこっと忘れて上に登ると、また新しい岩を手に入れることに成功。これでどんどん塞いでいったら、一箇所の勢いがどんどん強くなっていくね。途中まで飛んでくぜベイベー。よし、三人で一気に上まで行くぞ。しっかり壁掴むんだよ。よっしゃ完璧だぜ。3人とも無事に上がってこれ。少し進むとまたでゲート6個があったぜ。ゴム紐もあったし、これで下側にうまくターザンできないかな。あ、まあ、紐使わなくても気合で壁伝えばいけんこともないな。脳筋すぎんだよ。よいしょー。これ余裕だったわ。だいぶ嘘だろ。うわこっからのアスレ結構細い道で難易度高いぞ。やばいこれ届かないや。まあ待ってろ今助けに行くぜ。音とか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 めっちゃ滑りそうだし気をつけないと。危ねえ危ねえ。あとはそこを突破したらクリアだぞ。マジ地味にここむずいからもうここでクリアしたい。よし呼吸を整えて。こいつはスレ全無視して壁伝いだけできやがった。クソ変態がちぜいね。よしゃーやっとこれたー。ヨウムくんが来るまで私は壁伝いだけでここまで来ました。ちぜいすぎる校長やめろ。ってこの小屋の中めちゃくちゃ金がある。結構苦労したけど、いやーやっぱ苦労って報われるもんだ。